んにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画はマイナポイント1人2万円分のポイントをゲットする方法を動画で解説していきます。私はオンラインサロンの運営や TikTok、Instagram、Twitter もしています。他の SNS もぜひチェックしてみてください。それでは早速動画の方行ってみましょう。はい、それではマイナンバーカードを使って2020年の1月1日から申請開始です。1人最大2万円分相当のポイント、一体どういう風な手続きをすればもらえるのかをついて動画で解説していきたいと思います。本日の内容です。今回の話、マイナポイントの第2弾になります。第1弾というのはすでに実行されてるんですけど、今回始まるのはマイナポイントの第2弾になります。これが年明けからスタートしているよということなので、この第2弾について解説します。第1弾がどういったものだったのかについても合わせてちゃんと解説をします。必要な手続きは何があるのか、これはステップ1からステップ3ステップでいきますので、ステップ順に紹介していきたいと思います。そしてよくあるQ&A を解説します。子供のマイナポイントってどうすればいいのみたいな、よくある Q&A を紹介しますので、ぜひ動画の方最後まで見てください。そして最後まとめになります。本日はこのような流れでいきますので、よろしくお願いします。はい、それではマイナポイントについて紹介しますね。2022年の1月1日からマイナポイント第2弾として、まず1番を実施しますよっていうのが今回の施行の内容になっております。1番がどういうことかと言いますと、要はマイナンバーカードを取得すると最大5000円相当のポイントがもらえるというものです。このマイナポイント第1弾に申し込んでいない方という風になりますので、マイナポイントの第1弾、まあこれ同じなんですけど、マイナンバーカードを新規取得した方に最大5000円相当のポイントをね配るよっていう風な第1弾があったんですけど、今回第2弾というんですけど、内容としては同じことになります。マイナンバーカードを取得すると最大5000円相当のポイントがもらえるということです。でもしね、第1弾の2021年12月末までにマイナポイント第1弾申し込んだんだけど、まだポイントもらってない、チャージやお買い物をしていないっていう方は、引き続きポイントね付与を受けることができますのでご安心ください。そして今回の第2弾なんですけど、まず1番が実施されるんですけど、2番3番と続きます。2つ目を紹介します。健康保険証としての利用申し込みを行った方には7500円相当のポイントが、公金受取口座の登録を行った方は7500円相当のポイントが、この3つの構成で成り立っています。まとめますと、マイナンバーカードを新規取得した方には最大5000円分の、健康保険証の利用申し込みをした場合7500円分のポイント、3つ目のこの公金受取口座の登録をすると7500円分相当のポイントが、で合わせて合計1人2万円分ポイントとしてもらえるということで、今回の動画はこの1人2万円分という表記がされているわけです。こういう形でね、1番2番3番というふうに進んでいく予定です。1番はもう年明けからスタートしてますので、ぜひやりたいなって考えている方はお早めに行動していくのが丸だと思います。はい、それでは申請手続きはどういうふうにしていけばいいのかについて解説をしていきます。ステップは3つです。まず1つ目、マイナンバーカードを取得しないと何も始まりません。なのでステップ1はマイナンバーカードを取得しましょう。でマイナンバーカードの取得なんですけど、4つの方法で申請ができます。スマートフォンで申請、パソコンで申請、証明用写真機での申請、郵便で申請、この4つの方法があります。こちら総務省の公式サイトで、このステップ1のマイナンバーカードの作り方、各自でどの方法で作りたいかによって、この赤いところどれか選んでクリックしていただくと詳しい手続き方法が出てきますので、皆さんマイナンバーカードをまず取得したいという方は、そちらの方の公式サイトをご確認ください。今回の動画ではね、このマイナンバーカードの取得方法について詳しく解説するのは省きます。はい、次ステップ2です。ステップ2はマイナポイントの予約と申し込みをすることになります。その次にステップ3になります。ステップ3は、予約申し込みが終わりましたら、チャージまたはお買い物で上限5000円分のポイントを取得しようというのがこのステップ3になります。もう少し詳しくステップ2、3を見ていきたいと思います。で皆さんね、この3番の公金受取口座ってどういうことっていうふうにね思う方いるかと思うんですけど、これは金融機関などを任意で登録して受取口座に登録することができます。この受取口座に登録するとね、どういうことがあるかと言いますと、例えば給付金を受け取るとき、コロナに対する給付金とか、いろいろね補助金など今回ね様々なものが出ました。なのでそういう場合に皆さん通帳の写しとかね提出してたと思うんですけど、この公金受取口座を登録するとその添付がいりませんよというもの、または年金、児童手当、所得税の還付金などの場合に、この公金受取口座を登録しておくと、そこに
入金があるっていう風なものになります。まあ、これもね任意ですので、やるかやらないかはご自身で決めて判断すればいいかなという風に思います。はい、それではねステップ2のやり方、ステップ3の方法を見ていきますね。ステップ2について解説をしていきます。マイナポイントの予約申し込みをしよう。まずこのマイナポイントの予約申し込みをする際にこの3つのものがいります。1つ目がもちろんマイナンバーカードです。そしてこのマイナンバーカードを交付した時に設定した数字4桁のパスワードがあるんですね。これを覚えておく必要があります。申請がスムーズにできるよう、この数字4桁の暗証番号は覚えておく、スムーズに申請ができるようにしておきましょう。そしてもう一ついるものが決済サービスの ID セキュリティコードになります。こちらは決済サービスによってね、マイナポイントの申し込み事前に登録してからじゃないと進めない場合がありますので、これは各自自分がね選ぶ決済サービスによって違いますので、きちんと調べてから進むようにしてください。はい、そしてマイナポイントの予約申し込み方法ですが、4つの方法で予約と申し込みができます。これは iPhone で予約申し込みする方、 Android で予約申し込みする方、パソコンでする方、あとマイナポイント手続きスポットで予約をする方、この方法もあります。手続きスポットについてはこのね公式サイトにねどこにスポットがあるのかっていうね情報公開されてますので、もしこの手続きスポットで予約したいっていう方はそちらの方を見て確認してみてください。最後ステップ3です。マイナポイントの予約と申し込みが終わりましたら実際にマイナポイントを取得しようということですね。こちらですけども、マイナポイントの申し込み完了後にキャッシュレス決済サービス2万円のチャージ、もしくはお買い物をすると上限5000円分のマイナポイントが付与されるというものです。まずマイナポイント申し込みで好きな決済サービスを選べます。その次チャージまたはお買い物でポイントをゲットします。ここで気をつけてほしいんですけど、ご利用金額の 25% 分のポイントなので上限5000円になります。だからここで5000円分の相当のポイントってことになるわけですね。もし 10% しか使わないってなるとこの上限5000円分はもらえなくなりますので気をつけてください。そしてポイントを利用してお買い物をしましょう。いつものお店でねお買い物の時に利用することができます。じゃあこのキャッシュレス決済っていうものがどういうところが該当するのか次のスライドで解説します。結構たくさんあるんですけども、キャッシュレスサービス電子マネーでいうとこのような電子マネーは対応しています。ここですけど有名なとこで言うとイコカさん、イコカとかナナコ、ワオンとかですかね。でその他クレジットカードももちろんキャッシュレス決済サービスとして選ぶことができます。そして QR コードについて紹介しますと au pay や ゆうちょ pay、 あとは paypay、 line pay などなど対応が可能ですので、皆さんご自分がよく使う電子マネーキャッシュレスサービスを選べばいいんじゃないかなと思います。あまりね使わないねところを選んでしまってもね、結局ねポイント使わないわとか、お買い物しなくて結局上限5000ポイントまでいかなかったっていう風になりがちですので、そのあたりお気をつけください。また各このキャッシュレスサービスによって今回ね自分のとこを選んでほしいわけなので、例えば何パーセントねキャッシュバックしますよとか、何か特典がついてくるっていうようなところもあるようですので、ぜひ皆さんねどこが自分がよく使うのか、そしてねどういうねお得、まあ特典がつくとこがね自分にとってはいいメリットなのかを考えて調べてから、どこのねキャッシュレスサービスを使ってマイナポイントをもらうのかということを考えるといいかと思います。個人的なのかペイドンめちゃくちゃ可愛くないですか。これ鹿児島銀行かな、可愛いペイドンいいな、なんか使ってみたい。アイコンが可愛いみたいな、アイコンが可愛いです。まず油断はさておき、はい、それでは次ね、よくある Q&A に行きたいと思います。すでに申し込みした人はどうなるとかね、子供のマイナポイントねどうやってつければいいかについて次のねスライドで解説していきます。はい、それではよくある Q&A です。すでにねマイナンバーカード新規取得して申し込みしてるんだけど、今回ポイントもらえるのっていう質問がね結構多いかと思います。第1弾、前回の第1弾の申し込みをしていなければ該当します。 OK です。要は第1弾でも申し込みして5000ポイントをもらって、今回の第2弾でも申し込み新規申し込みしたよっていう風なことにして20年5000ポイントをもらうということはできないということです。冒頭にも言いましたけど、第1弾の申し込みしててまだポイントもらってないって人も申し込みすればポイントもらえますし、これから新規取得するっていう方ももちろんもらうことができます。そして2つ目なんですけど、健康保険
認証としてね、すでにね、利用している方っていうのがいると思うんですよ。もう登録しているっていう方、この方はポイントもらえないのかって言いますと、事前に利用している方も対象となると公表されています。ですので、事前に健康保険証としてすでに利用している方も、今回のポイントの対象になりますので、ご安心ください。でも実際にまだまだ対応している医療機関はまだ 7% 程度です。これからね、徐々に増えてくるとは思いますけど、実際まだまだ対応の医療機関は少ないというのが現実です。そして3つ目でよくある Q&A なんですけど、子どものマイナポイントは一体誰が申請するの、もしくはねどうやってやればいいのかっていうね質問が多いかと思うんですけど、これは未成年の場合は親が代理で手続きをしてもらうことが可能です。でも注意点が一つありまして、親と子どもと同じ決済サービスを選ぶことはできません。例えば自分親が PayPay を選んでね5000ポイントをもらおうと思った時に、じゃあ子どもの5000ポイントも合わせて同じ PayPay にもらえるかっていうと、それはできないんです。別の決済サービスを選ばないといけません。だから例えば PayPay とワオンで行くっていう風な形で、子供と親は別の決済サービスを選ぶ、要はポイントは合算してもらうことができないということです。そこだけ注意点ですね。他にちょっと注意点は多々あるので、今回動画でねそこまで詳しく説明しませんけど、公式サイトに載ってますので、もう少しね子供のマイナポイントについて気になるなという方は概要欄に URL 載せておきますので、そちらの方で詳しくご確認ください。子供のマイナポイントは未成年の場合は代理でもらうことが可能ですので、子供の分も諦めないでください。ですので、ね、親2人いて、例えばねお子さんが2人いるっていうと4人分になりますので、結構なマイナポイントになるかと思います。はい、まとめです。今回のねこの制度使おうと思ったら、まず何があってもマイナンバーカードの申請が必要になります。まずマイナンバーカードの取得になります。こちら手続き申請して手元に届くまでにね時間かかりますので、早めに今から動いていきましょう。そしてステップ2、ステップ3という風なね流れに行きますので、このステップ1からステップ3どのような流れでいくのかね、流れをね一旦把握してから申請をするとスムーズにいくかと思います。まずマイナンバーカードを取得して予約申し込みをして、次にチャージお買い物で5000円分のポイントを取得しましょう。でこちらねよくねマイナンバーカード作るの嫌だとかね悪いイメージがついてる、まあ噂がね回ってたりするので、こちら別に強制じゃないのでポイントいらないよとか、マイナンバーカード自体別に必要性を感じないっていう方は、任意で強制ではありませんので、自分の自己判断で作るか作らないかっていうのは決めればいいんじゃないかというふうに私は個人的に思います。この第2弾なんですけど、2つ目3つ目の健康保険証の登録、公金受取口座の登録はこれからスタートしますので、まだ慌てなくても大丈夫です。情報をチェックしておきましょう。今後総務省のサイトでね公式に発表されていくと思いますので、ぜひチェックしておきましょう。こちらの動画でもねまた新しい情報出ましたら紹介しておきますので、チャンネル登録の方しておくといいかと思います。さてマイナポイントの公式サイトの URL は概要欄に貼っておきますので、ぜひねもう少し詳しく見たいよとか、またこのマイナポイントの予約申し込み方法の手順などさらに詳しく載ってますので、パソコンでするのかスマホでするのかによって表示画面が変わってきますので、やりたい方法で手続きの仕方が載ってますので、ぜひ公式サイトの方はチェックしてみてください。最後に注意点なんですけど、やはり申請の手続き、このねマイナポイントの予約申し込みをする手間はかかると思ってください。ちょっとめんどくさいのでね、まあ、やってみるとわかるかと思いますけど、まあまあめんどくさいです。まあ、まずこのマイナンバーカード取得するにもちょっと手続きの手間ってあるじゃないですか。なのでやはりどうしてもちょっと、ね、時間かかる、手間はかかるっていうふうに思ってください。その代わりマイナポイントで還元されますので、まあ、やるかやらないかは自己判断、自分で決めていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、お知らせです。フリーランス向けの経理節税 Q&A の本を出します。自営業に必要なこと、これから起業するとかね、フリーランス始めたよ、副業始めたよっていう方に必要な内容を一冊にギュッとまとめた内容になってますので、ぜひ2022年の1月11日発売です。 Amazon から購入もできますし、ネット内でしたら本屋に並ぶんじゃないかなというふうに思います。もしサイン本が欲しいという方は税理士川南のベースで検索をしてください。概要欄にも URL で飛べるようにしておきますので、そちらからぜひお買い求めください。はい、もう一つお知らせです。私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目、オンライン上で質問相談をいつでもすることができます。税理士をオンライン上に味方につけるということで好評です。そして2つ目、サロンズームを定期開催しています。サロンのメンバー同士ね情報交換、まあ私に直接質問も相談もズーム上でできますし、情報交換や異業種交流となっており好評です。そして3つ目のメリットです。税理士の裏側を公開しています。 SNS を使った集客の仕方、 YouTube
YouTube や TikTok の裏側などなど、新しい税金情報、ビジネスに関わる情報などなどはオンラインサロンのみに投げておりますので、詳しくは概要欄の URL から覗いてみてください。参加お待ちしています。今80名ほどの、ね、メンバーさんがいます。皆さん YouTube から参加されるってことがほとんどですので、人見知りだから大丈夫かなっていうふうな変な心配はしなくても大丈夫です。はい、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。コメント感想いただけると励みになります。全部目を通しておりますので、また高評価ボタンぜひぜひお願いします。あと YouTube 以外にも Instagram は 1.2万人、 Twitter もやってますし、 TikTok は 5.8 万人にフォロワーがなってますので、ぜひ他の SNS もチェックしてみてください。概要欄から飛べるようにしてありますので、チェックの方お願いします。はい、それでは本日も動画最後まで見ていただいてありがとうございます。またね、このそれではまたパーカー出版記念のパーカーも税理士川南のベースで販売してますので、ぜひよろしくお願いします。それではまたの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。それではまた。